anybody! めっちゃ美味しいですよ、こっちの料理。だから気をつけないと太っちゃうんですよね。いいトレーニングして、もっともっと良くできると思ってるんで、まあ、僕自身そうですし、このチームももっともっと良くなると思うんで、しっかり開幕迎えられるようにしたいと思います。僕個人的には怪我なくやれてますし、チームとしてもコミュニケーション取りながら、少しずついい方向に進んでるんじゃないかなと思います。しっかり時間があって、少しずつ連携が取れているので、はい、さらに連携を高めて、開幕挑めるようにしたいなと思います。とても寒いです。寒くてひげを生やします。90分戦える体にこのキャンプで仕上げていくのと、まあ、帰ってから、まあ、ラスト 10% とかそこ 15%、20% ぐらいのところを上げてたらいいんで、まあ、自分の 80% ぐらいのところまで持ってきれるようにしたいなと思います。いや寒いっすね。いやー暖かいです。今日は朝は雪降ってたんですけど、3日連続で雪降ってるんで。ホース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 、開けせやかもいけ。どんな形でゴール取れたってことはやっぱり自分の中で大きいですし、まあ、ゴールっていうのは一番醍醐味なんで、そこを追求していきたいなと思います。落とし込みの中では、まあ、100点とはもちろん言わないですけど70点ぐらい、それからコンディション作りの中ではもう90点ぐらい与えてもいいかなと、まあ、攻撃のところは岩田に帰ってから触りたいと思ってるんで、まあ、その辺も含めてみんなで考えながらやっていきたいなと思います。